お前は空の王者じゃ。お前が空の王者だ。いい加減しろってね。大丈夫だね。よし。いやでもなんか霜降り肉足りなさそうだな。足りなさそう、霜降り肉。OK、危ねえ。2個マジやばいやばいやばい。もう、ま、やばい。もう、霜降り肉手に入れるのすら、なんかし、もう、一苦労だな、これ。意外と。あ、OK、OK。15個も取れた。OK。よかった。さすがパラケラ。さすがにこんだけありゃ十分だろう。よし。入れていこう。食わしていこう。食わしていこう。足りるかな。めっちゃ食ってる、めっちゃ食ってる、めっちゃ食ってる。よっしゃー。わー、よっしゃ、長かったー。いやー、長かったー。よっしゃ、いやー、長かった。ようやくテイムできた。わー、長かったー。ちょっと待って、出してあげるから、ちょっと待って。長かったー。ほんと長かった。いろいろとあって、ほんと長かった。ああ、よかった、テイムできて。ちょっと待っててね。来ましたわー。いやー、よかった。さあ、あとは無事に帰るだけだ。とりあえず肉を持たしてと。直営のさ、護衛も増えたことですし。さあ、行きますか。いやー、よかった。ほんまよかった。さてと、これはどう、これ遠いな、おい。とりあえずあれだな、デイノスクスめっちゃ遅いから、なるだけ水の中突っ切って帰るように行かんとね。いや、見てこの遅さ。ほら、この遅さよ。テイムした後だから多分走ってるんだろうけど、これ走ってこれよ。これ連れて帰んのクソ大変だぜ、これ。あー、でもなんかあれだな、とりあえず、いやもうなんかあれだよね、もうなんか安全だよね、なんか。いやー、もうプテラとアルゲンだけでどうやって帰ろうかななんて風に悩んでたけど、これ案外安全だよね。もうあれ、イブキもいるし、もうこれであれでしょ、道中のアクロカントとかティラノサウルスに悩まされることもないでしょ。待って、デイノスクスはあれかな、どのぐらいの命令出すんだろう。なるだけ水の中入ってあげよう。水の中、ああ、このカエル綺麗。このカエルめっちゃ綺麗やん、真っ白。混沌の苗床来たわ。ガガガガ。混沌の苗床来たわ。これ見えなくなるのが嫌なんだよね。どこにくっついてんねん、お前、ほんとに。これ主観視点にすると、ああ、主観視点でもこんな感じになるんだ。鬱陶しいなー、なんか。待って、なに、ああ、デイノスクスが甘えてきてる。デイノスクスが甘えてきてる。バカ野郎、お前、家に帰ったら思う存分よしよししてやっかんな。問題はあれなんだよね、プテラとアルゲンタビスを連れてるせいでさ、そこ、沼地の生物が結構敵対するんだよね、ちょっと。まあでも、沼地だったらやっぱデイノスクス早いね。スピードが上がるわ。追従性能が上がる。とりあえず、この沼地を開けて、ちょっとこの沼地抜けよう。もう見えねえ、昼しか見えねえ。そうそう、焚き火ね、うん、焚き火作りたいんだけど、ちょっとあれだね、なんだろう、いかだに焚き火ついてるし、今しかも沼地だからさ、剥がしてもまたついて引かれないから。
あー、始まった始まった始まった。うわ、来やがったな、てめえ来やがったな。80レベ、デイノスクス裸だからな、もうデイノスクス裸だからな、ダメージダダ取りなのが怖いな。これ本当あれだぞ、悲惨だぞ、この帰り道、この帰り道マジで悲惨だぞ。あ、アフリカメンバー倒しちゃった。ワッファフクイナは多分大丈夫だと思うんだけど、同じ裸でもワッファフクイナは多分大丈夫だと思うんだが、調子こいてるとマジデイノスクス殺されるぞ、本当。早く突破しないと。なんでここにいる？やばい、もうヒル、やばい、これヒル意外と邪魔すぎるな。ヒルのせいで余計に見えねえ。もう見えなさすぎて、もう訳がわからん。どうなってんだ本当に。ここどこ本当。どのあたりなんだ俺は。あ、びっくりした。びっくりした。デイノスクス傷上げになってるのかと思った。もう誰か助けて、これ本当地獄すぎるってこれ。地獄なんだけど本当。しかも今さ、結構いいレベルのカエル殺しちゃったわ俺。畜生、せっかく探してたのによ、せっかく探してたのに、いいレベルのカエル死んじまった。またトンボかも、おったけも。うーわ、ちょっとあれだね、一回休憩して、あのプテラを回復させなきゃダメだこれは。これはこれずらして、これ全部捨てて一回回復させなきゃダメだ。傷がひどすぎる。いやーどうしよう。まあ普通にこの崖沿いを行った方が絶対いいよな。内地に入ったらマジでディモルフォドンじゃなくて、デイノスクス見えねえからな、絶対内地入ったら見えないから、こっちから行った方が絶対いいわ。てかさ、恐竜に乗ってんのにさ、あのヒルひっつく仕様やめてくんねえかな、ほんとマジで。これきついよな、ほんとに。もうひどくねこれ。恐竜乗って高さあんのに、なんでこんなヒルくっつかれなきゃいけねえんだこれ。デイノスクス大丈夫か。なんでだよお前。嘘だろ、この距離届くんかい。あっぶね、マジか。アロサウルスでも届くんか、カプロスクスの噛みつき。ひでえなおい。あっぶね。あー、ようやく抜けたわ、ようやく抜けたわ。まったく、よかった。なんかあれだな、なんかはぐれたりとかするアクシデントなかったなとか言おうとしたのに、よかった、はぐれるアクシデントがなくてよかったって言おうとしたのに、絡め取られてんじゃねえか。はい、よいしょっと。問題はデイノスクスを乗らねえよなこれ。あ、乗る？頑張れる？無理じゃねこれ。レイヌスクス、まあ大丈夫だな。オッケーオッケー。ちょっと待って、やば、スタックした。あっちゃマジか、待った、うわスタックしたわ。
うわマジか、スタックした、嘘だろ、どうしようこれ。やば、これはどうやって脱出すればいいんだ。え、これはどうしよう。あのとりあえず、あれとりあえずヒル剥がしてあげるか。とりあえずヒルを剥がすか。やばいやばいやばい、どうしようこれ。あ、ごめんごめん、ステイムして早々すっげえ嫌なことしてると思う俺。うわ、ごっちゃごちゃしてんなおい。ごちゃごちゃだな。とりあえずあれだな、旧拠点の方まで行こう。あ、ワフワフクイナについてるわやっぱり。あ、消えた消えた、オッケー。これで正真正銘生まれたままの、あの綺麗な体だ。よし、はあ、ようやく落ち着けたな。はあ、大変だった。いやー、帰ってこれたよ。なんと無事に、なんとみんな無事に帰ってこれたわ。あんな事件あったのに、あれだけのことやらかしてもうみんな無事に帰ってきたわ。ほんとすげえなおい。グローガは大きな牙というエジプトの言葉です。じゃあグローガにしよっか、せっかくだし。じゃあせっかくだしグローガって名前にしておいてみよっか。俺の場合あれだな、あのグローザっていう名前と間違えそうだな。銃の名前のグローザと間違えそう。早速間違えてんじゃねえか。グローカか、早速間違えたわ。じゃあとりあえずこいつの名前をグローカにしておきましょう。さて終わり、今日は終わり。